第二次世界大戦太平洋戦争アリューシャン方面の戦い固定時作戦固定時作戦は太平洋戦争中の1943年8月に行われたアメリカ軍などによるアリューシャン諸島のキスカ島への上陸作戦である本作戦は第二本帝国陸軍のキスカ島守備隊が撤退した後に実行された5月のアッツ島上陸に続いて実行された 上陸部隊の兵力は34,426名で、指揮はアメリカ陸軍のチャールズ・コーレット少将が取った。参加艦艇は、ペンシルベニアとアイダホ、ミシシッピの戦艦3隻と重巡洋艦ポートランド、軽巡洋艦、サンタフェなどであった。作戦実行日は8月15日と決められた。作戦の計画は、南と東から艦砲射撃を行い、 さらに南から上陸すると見せかけ実際は、初日には島中央の北側に上陸し、二日目には島北部の西側に上陸するというものであった。キスカ島に上陸するアメリカ軍まず、キスカ島に対して激しい砲爆撃が行われた。そして、1943年8月13日に攻略部隊がアダック島から出撃した。15日、攻略部隊は、 キスカ島に到着した戦後、史上最大の最も実践的な上陸演習であったと皮肉られるほど、上陸作戦は計画通り進められ、日本軍はすでに撤退していたために敵勢力との戦闘は起きなかったものの、アメリカ軍の同志打ちなどによる戦闘で死傷者が生じた。また8月18日には、島の北西で紹介中であった駆逐艦。 アブナーリードが触来した。同志打ちによる死者数100人余り、負傷者が数十名という数字から、アメリカ軍のパニックが推測できる。当時アメリカ軍は前例により、撤退作戦の失敗が重なれば、日本軍は直に徹底抗戦に出るだろうと考えていたことに、加え、撤退作戦前日に、レーダーの5人を、日本軍の艦艇と勘違いし砲撃し、 撃退したと思い込んでいた。その後、弾薬補給のため2日間だけ警備ががら空きになっていた日に日本海軍が救出作戦を行っていたため、アメリカ軍としては前日に日本軍艦を砲撃し撃退したので、次の日も日本軍が救出作戦を試みるなど予想ができなかったのである。もちろん弾薬補給の後、アメリカ軍は翌日には 海上封鎖を再開していた。アメリカ軍は、もちろん、日本軍が撤退したとは知らなかったため、通常通り艦砲射撃を行い、上陸作戦を行った。そのため上陸後、周囲を警戒するが、いる、はずの日本軍が一向に攻撃を仕掛けてこないので、兵士たちは疑心暗鬼に陥ってしまった。 いつ不意を疲れて襲われるかわからないと、さらに兵士たちの緊張状態が高まった結果、動くものを無差別に、日本軍兵士と勘違いし、同志打ちが起きたのである。アメリカ軍は前日の通り日本軍の撤退を知らなかったため、同志打ちが起きても仕方ない状況だったと言える。なお、日本軍の軍医がいたずら心で撤退前に、建物の前に、ペスト患者収容施設と。ちなみに、 キーインはこの時ペストの感染を疑われ、検査のために本国へ送り返された。ありがとうございます。